さて、今回は富士フイルムの X100F を借りてみることにした。色に定評ある富士フイルムのカメラを体験したかったからだ。このカメラはリコーの GR シリーズと同じ APS-C センサーを積んだコンデジで、特にこの X100F は開放 F2 の甘い描写が癖になるらしい。富士フイルムのカメラを触って最初に驚いたのがモードボタンがないことだ。絞り、シャッタースピード、ISO、それぞれに専用ダイヤルが存在している。絞りを設定し、シャッタースピードをオートにすれば絞り優先モード、逆にシャッタースピードを設定し絞りをオートにすればシャッタースピード優先モード、絞り、シャッタースピードともにオートにすればプログラムモードと切り替わる仕様には、なるほどと驚いた。 ISO 感度はシャッタースピードダイヤルと同じところにあるが、少し浮かせて回すことで設定を変更できるというのはすごく考えられている。フォーカスリングもあり、露出補正、 AF 切り替え、フォーカスポイント設定用の専用ボタンがあるので、すぐに狙った設定を変更できてすごくいい。操作も大方理解できたところで、早速外に出て撮ってみよう。これはポケットに入るカメラではないので、首からぶら下げてファッションの一部にできるような、おしゃれな人になりきることが必要なカメラなのかもしれない。まず最初に味わいたいのは、なんといっても F2 の描写。これが有名な F2 の甘い描写か。確かにこれはハマる人はいるだろうな。絞ってみると、しっかりシャープに映る。開放と絞った時でメリハリが効いてて、すごくわかりやすいレンズだ。お、このレンズ結構寄れるんだ。10センチぐらいはいけるかな。やはり富士フイルムといえばフイルムシミュレーション。初見だと自分はスタンダードが好きかな。これはきっと長く使うと好みが変わっていくんだろうけど。撮影も一段落したし、そろそろバッテリーを交換しておくか。ん？お前、プレートをつけるとバッテリーカバーが干渉するタイプのやつか。なるほど、うちの ZV-1 と同じだな。しかし、ゲージをつけるようなカメラでもないだろうし。ん？そもそもプレートをつけようとする自分の発想がダサいということか。ぼちぼち帰るか。最後にこの景色を撮ってみよう。自分にはこの光学式ファインダーが一番刺さった。電子ファインダーでは味わえないこのクリアな見え方は、昔の一眼レフ機のようですごく気持ちがいい。電子ファインダーとの切り替えも専用レバーがあり、光学式ファインダー使用時に右下にちょこっと電子ファインダーが出るギミックも、撮影者の気持ちが分かってるなぁとすごく感動した。となると新設計レンズでタッチ操作可能、チルト可能でより綺麗になった液晶、さらにフィルムシミュレーションのエテルナが使える X100V はめちゃくちゃいいんじゃないか。ちょっと調べてみるか。
段がバカ上がりしてる。